東海山古墳は、兵庫県丹波笹山市小田中にある古墳。形状は、前方公園墳。丹波笹山市指定史跡に指定されている。聖五郎、稲荷神社兵庫県東部、篠山盆地東園の聖五郎稲荷神社後輩の丘陵上に築造された古墳である。これまでに発掘調査は実施されていない。墳形は、前方五円形で、墳九丁28メートルを測る。 主体部の埋葬施設は、公園部における横穴式石室で東方向に開口する。原室の長辺に沿道が接続して T 字型の平面型をなすという珍しい形状の石室になる。副葬品はつまびらかでない。この東海山古墳は古墳時代後期の6世紀後半頃の築造と推定される。T 字形石室は大陸様式のトライ系埋葬施設とする説があり、 奈良県阿蘇村で出土した木管にある谷和国滝表層上里漢人部幸目の記載との関連性が指摘される。古墳域は1970年に旧市山町指定史跡に指定されている。石室開口部主体部の埋葬施設としては公園部において横穴式石室が構築されており、東方向に開口する。現室の長辺中央部に沿道が接続し、 平面型としては T 字型をなす。石室の規模は次の通り。T 字形石室は全国的にも珍しい例で、兵庫県内では本古墳の他奥山1号墳、山田大山5号墳、高塚山1号墳、飾り東1号墳で知られる。石室の原質は6から7段積みである。壁石を天井まで持ち送って、天井石は1枚とし、全体としては、 アーチ状に構築される。ありがとうございます。